和林は、日本のプロレスラー。本名、林和弘。カ流死流1991年12月、ユニバーサルプロレスリングに入門。1992年11月19日、ユニバーサルプロレスリング後楽園、ホール大会で覆面レスラー、死流として、テリーボーイとタッグを組んでタイモンゴリアン、イサムキバーンバッファロー、超低味戦でデビュー。 1993年1月、道の区プロレスに移籍。波外れた身体能力が注目され、新日本プロレスに参戦時は、金ちゃんジャンプで人気を博す。1994年9月15日、ビッグ統合、テリーと共に、ルード軍、平成会援隊を結成。1995年、怪我で欠場。1996年1月10日、 怪我からの復帰を機に軍団名を海援隊デラックスに改名。6月14日、タッグチーム、夢カリュードで活動していた高道の奥と、船木勝一が海援隊デラックスに加入。1997年3月、道の奥プロレスを退団。6月、メキシコ遠征に出発。1998年2月23日、WCW サクラメント大会に参戦。 同年、マスクを脱ぎ、リングネームを、カズハヤシに改名。6月、新日本プロレスで開催された、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場。1998年7月、WCW と契約。2000年、ジミー・ヤン、ジェイミーさんと共にユニット、ヤング・ドラゴンズを結成して、レギュラーポジションを獲得。4月、 道の区プロレス主催で開催されたスーパー J カップに出場するため日本に一時帰国。一回戦でザグレート、サスケと恩州を超えて戦うも敗退。4月9日の両国国技館大会にもトーナメント敗者によるタッグマッチに出場予定であったが、トーナメントに勝つために戻ってきたので負け退場日本に残る意味はないと拒否。2001年マンデーナイトロの生中継に 唯一の日本人として出場。同年、WCW 崩壊後、WWF が選んだ24人の契約選手に、残り、WWF と契約。しばらくは、WWF の下部組織、ファでトレーニングを積んでいた。2002年、全日本プロレスに移籍したばかりの武藤刑事からの、ラブコールにより、WWF を退団して全日本プロレスに、入団。 2003年12月、小島聡氏とタッグを組んで、世界最強タッグ決定リーグ戦に初出場して、制覇。ジュニア選手として、同リーグ戦を、初めて制覇した。この時の公式戦で、武藤刑事嵐組に苦戦しながら、カズが嵐からホールを奪った、際の小島の発言、カズ、ありがとう。お前は男だ。男の中の色男だから、男、 2004年2月22日、ブルーケートの王座決定戦に勝利し、世界ジュニアヘビー級王座を獲得。その時、次期挑戦者としてアピールしに、リングに上がった野沢に対し、お前は論外だと言い放った。これを機に、野沢は、野沢論外というリングネームに改名。ハッスルにも、レオナルド・スパンキー、ジミー・アンラとタッグを組み参戦。4月、 チャンピオンカーニバルに初出場。2005年1月5日、高に世界ジュニア王座を奪われてからは、の差は論外に強引に組まされる形で、ユニット、論、数を結成、コミカル路線に走りかけるも、結局は全日本ジュニアを熱く盛り上げる道を選択。この頃から練習生に、トレーニングの指導を始める。2006年、全日本プロレスの第1回。 ジュニアヘビー級リーグ戦で優勝し、8月27日、近藤修二の持つ世界ジュニア王座に挑戦したが、奪還できなかった。2007年2月20日、全日本プロレスを無期限で欠場すると宣言。メキシコに渡った。その直後、全日本プロレスに、メキシコアミーコスなる謎のメキシカンレスラー3人組が参戦。その中には、ミゲル・ハヤシジュニアという、 カズハヤシに似たレスラーも含まれていた。メキシコアミーゴスはメキシコアミーゴスデラックスと解明後、2007年12月16日に全日本プロレス2007反感謝デーにて解散した。この時には正体を知らないふりをしてくれてありがとうございましたのコメントを残した。2008年からはジュニア最前線復帰を宣言。2年ぶりの ジュニアタックリーグ戦は、エルサムライトのタックで出場するが、決勝戦で、肘た高し、中島勝彦組に敗れ準優勝。世界最強タック決定リーグ戦では、西村治と第81代アジアタック王者決定トーナメントでは、武藤刑事とのタックで出場した。2009年2月6日、プロレスリング、ノアの丸藤聖堂に流出していた世界ジュニア王座を、 ダッシュし、第28代王者となる。4月、5年ぶりのチャンピオンカーニバルに出場。決勝では、鈴木実に敗れたものの、ジュニア選手ながら、準優勝を成し遂げた。直後のジュニアタックリーグ戦でも、近藤修二とのタッグチーム246で出場し、優勝決定戦で、みのる都市造組に敗れ準優勝。2010年9月20日に、 菊池武史とのジュニアヘビー級王座防衛戦に勝利し、世界ジュニアヘビー級王座最多連続防衛記録を更新した。2011年1月2日の後楽園、ホール大会にてミノルに敗れるまで17回の防衛に成功した。2013年6月30日の両国国技館大会を最後に全日本プロレスを退団した。7月10日、 レッスルマイナス1旗揚げ会見にて入団を発表。2017年3月27日、同年4月1日より、レッスルマイナス1の取締役社長へ就任することを発表。社長としての初試合は4月2日、プロレスリング ACE での佐藤次高戦。佐藤はデビュー戦であった。レッスルマイナス1活動停止のため2020年3月31日付けを。 もって、選手契約終了となる。2020年5月1日、リゲットエンターテインメントの執行役員に就任。また後に、野沢論外の人脈から、プロレスリングノアに参戦し、杉浦隆率いる杉浦軍に加入。2020年8月、リゲットエンターテインメントが、独自の団体、グリと設立を発表。最高技術顧問に就任。 軽量級らしい華麗な飛び技と、それに相反する軽量級らしからぬ力強い技を合わせ持つ。近年では巧みな切り返しのテクニックと技の仕掛け方に一工夫を凝らしたファイトを見せている。パワープラント相手の腕をクラッチし、垂直落下式に相手を落とす WA4。2009年2月6日の丸藤聖堂との世界、ジュニアヘビー級選手権試合にて初披露。 この技によって世界ジュニアヘビー級王座を奪還し第28代王者となった。ファイナルカット相手の首の前に左腕を巻き、そこから右腕で相手の喉元にエルボーを打ち込む技。なだれ式で仕掛けることもある。数にとっての決め技である。地味に見える技だが相手はエルボーとネックブリーカードロップの両方のダメージを受けるため非常に有効なフィニッシュホールドである。 初期型ファイナル、カット WCW の時に披露した技。後ろ向きの相手の首元を押さえて、ブルドッキングヘッドロックのように落とす技。リバースブルドッキングヘッドロック。リバースファイナルカット WA4、相手を、水車落としの体勢で担ぎ上げ、担ぎ上げた方と逆の肩で頭を抱え込み、背中から落とす技。エアレードクラッシュと同型。大一番では、なだれ式も行う。 最近では、相手の腕を股に挟んで受け身を取れなくして、首から垂直に落とす垂直落下式も見せる。スワマに垂直落下式を見舞い観客を驚かせた。パワープラントを初披露した丸富士との、世界ジュニア戦後に封印を表明。垂直落下式リバースブレーンバスター自らも、ジャンピングして、豪快に頭から叩きつける危険技。橋本深夜の垂直落下式 DDT の、 リバース版のような形。ここぞという時、フィニッシュへつなげる場面で使用。ドラゴンスープレックスリバースゴリースペシャルボムアサイ、DDT、近藤修二が保持していた世界ジュニア挑戦に備えて、用意した、ウルティモドラゴンの技。近藤の死の技を使うことで、精神的な揺さぶりをかける狙いがあった。エルボーエルボースタンプバックエルボーハンド。 スプリングエルボーロープに向かいダッシュし前方にハンドスプリング、そこからロープの反動を利用し後ろ向きに踏み切り相手にエルボーを放つ技。現在では使う選手が増えたが、この技のパイオニアはダジリである。数の場合は応用編として、エルボー以外にもイナズマレックラリアット、ソバットもある。逆水平チョップチョップスマッシュラリアット、各種蹴り技ローキック、ミドルキック、 ハイキック、ローリングソバットスーパーキックドロップキックエンズイギリ、ブレーンバスターなだれ式、ブレーンバスター垂直落下式、ブレーンバスタージャーマンスープレックスシームトーン、パイルドライバーコンプリートショット目切りかロープリバウンド、してきた相手を、ケブラドーラとドアルトのように旋回させながら、肩に担ぎ上げ、ハイジャックブリーカーの体勢に持ち替え、前方に相手を背中から叩きつける技。技名は、 数のプロレスのルーツであるメキシコとアメリカの合成語で、それぞれの国で発祥した技を組み合わせていることに由来する。クランチループ変形インディアンデスロック。決まった形は、吉江豊の裏足4の、あざがために告示。足の裏で、相手の足の甲をぐいぐいをして痛めつける。長田ロック 2WCW で、同時期に活動していた、長田博士によって伝授された技。 カズが、スーパージュニアに参戦した時に初公開して、長田ロック2という技名もカズが命名した、各種ボストンクラブハーフボストンクラブフィギュア4、レッグロックスリーパーホールドミサイルキックブレロでアギラ、ノータッチトッペで飛んだ体勢から体を横方向に反転させてぶつけていく。トッペスイシーダトッペコンヒーロ対角線上に走り込み、トップロープとセカンドロープの間をくぐり抜ける。 離れ技も見せる。トルニージョライオンサルトロープへ向かって走り込んで、セカンドロープに両足で飛び乗り、ハンドを利用して倒れている相手へ、ムーンサルトプレスを見舞う。主に試合の中盤に使用する。クリス・チェリコの得意技で、彼の別リングネーム、ライオンハートから名付けられている。ハイフライスプラッシュ高さを追求したダイビングボディプレス。 ジュニアヘビー級リーグ戦のために習得した技。バックスライドスクールボーイスモール、パッケージホールドジャックナイフホールドローリングクラッチ、ホールド、道の区プロレス全日本プロレス開演隊土壌、プロレスリングゼロ、ワンレッスルマイナス1東京グレン隊その他、プロレス対象また、解明できなかったため、この頃からマスクをイメチェン、丸みのある、王道マスクとなった。ありがとうございます。